このクラスの9キロはきついな。水抜きをやられます？水抜き、まあ練習で落とすっていう感じであるんですけど。あ、じゃあ無理した水抜きはやらないんだ。そうですね、最後2キロぐらい、まあ、水分出すっていう感じでありますけど。よくあの渡嘉敷さんが、はい、その長身のサウスポーは、はい、あの有利っていうことをおっしゃってるんですけど、はい、やっぱりそういう自分より低い相手のオーソドックスで戦いやすさみたいなものあるんですか？はい、そうですね、やっぱあのオーソドックスの選手多いんで、うんうん、まあ慣れてるっていう部分はあると思うんですけど、うん、大体がやっぱ自分よりちっちゃい選手でしょ？そうですね、ちっちゃい選手なんで。自分より大きい選手とやったことある？まあスパーリングでは全然、はい、試合ではないんだ。試合ではないですね、はい。まあそれはね、スパーリングでは上の階級の選手とかもやったりするからってことでしょ？そうですね、なかなかね、フライ級で172センチの選手ってなかなかいないじゃん。いないよね、ましてサウスポーだからさ、ね、これやっぱり相手がやりづらいよね、どう考えても同じのも似たようなのは少ないから。はい、確かに。うん、中谷君、あのまだ話ちょっともう変わるんだけど、はい、アメリカに結構行ってるわけじゃん、はい、もう十何歳、5、6から行ってるでしょ。15歳、はい、15歳からです、ね、で今20 25歳です。ってことは英語ペラペラだよね。いや、そんなことないんです結構やるでしょ？結構いますね。もう日常会話程度はできるんで。あ、もうあの分かりやすく喋ってくれるんで。本当、はい、大体は分かるんですけど。うらやましいよね。いや、そんなんですよ。まだまだ。でもルディってスペイン語混ざってるでしょ？そうですね、スペイン語も英語も喋れるんで。1年のうちにアメリカってどのぐらい、今コロナの問題とかもあるけども、通常であれば1年のうちどのぐらいいるもんなんですか？半年ぐらい、大体半年ぐらいいるかもしれないですね。年間、はい、試合が決まったらこう行かしてもらうっていう感じなんで。初戦はいかがだったんですか、そのスーパーフライの、テストマッチ。そうですね、まあ、ロドリゲス選手、何もあの2のでやらなくてもよかったのに。いやもうやっぱあの元チャンピオンで、うん、まあ、キャリアのある選手だったんで、まあ、本当にすごく、まあ、試合を通じてこういい経験になったなっていう、勉強になったなっていうところありましたね。この間 の, そのスーパーフライで判定になったんですけども、はい、その初めて、まあ、数キロですがスーパーフライで行って、はいはい、体格の差みたいなのは全く。そうですね、あのパンチ当ててこう効かせれたっていった部分はあるんで、まあ、そこら辺は大丈夫だったんですけど、やっぱ当たってこう、まあ、ロドリゲス選手 の, この戦い方もそうですけど、はいはい、まあ、フィジカルでこう押してくるっていった部分はやっぱりもっと強化しないとなっていうところは感じましたね。まあ、あれは、ね、倒す倒さないっていうのは結果でしかないんで、まあね、あれはたまたま打たれ強いしね、やっぱりその うまくなんていうの、その聞いた後も殺し方もうまいし、はい、これくらいやっぱり減量してると逆に上げた時の方がやっぱ体の調子もいいでしょうし、そうです、ね、上げたメリットの方が大きいと思うんですよ。はい、僕も実際そうでしたんでね、一回くん上げた時。あとあれだよね、一発で倒すタイプじゃないもんね。そうなんです、コンビネーションの中で、はい、なかなか一発で倒すっていうのはないんで、うん、まあ大体みんなそうだよね、うん、じわりじわり言わせてっていうタイプだもんね。そうですね、うん、あれはもうけどね、はい、世界タイトルマッチの防衛戦みたいな相手だからさ、よう、ね、やんだなと思う。俺は言ってたもんね、うん、俺はいきなり強すぎるよってね。ねえ、誰がマッチメイクしたんだっつって、あの選手に勝ったのが大したもんですよ。いや、もうありがとうございます。やっぱりスーパーフライ級でも通用するというのを、ね、証明しましたよ、ね、次もいきなり、ね、 はい、今1位にランクされて、はい、ちなみに次の試合ってのはまだ全く決まってない。目処はまだ決まってない。何月ぐらいとかはもうないんだ。そうですね、まあ、半年以内っていうのは WBO から出してもらってるんですけど、WBO は中田、井岡君に対して180日以内に指名試合を義務付けてね。180日、半年以内。そうですね、WBO から指令を出していただいて、うん、で30日以内合意しなければ最低落札で10万ドル、約1300万円で入札。はい、次、井岡君じゃん。はい、どうぶっちゃけで言うけど、ぶっちゃけで聞いちゃうけど、大晦日の試合も行かせてもらって、はいはいはい、はい、まあ、生で見させてもらって、はいはい、手応え的にはどうですか？そうですね、やっぱイメージ、いいイメージ持てましたし。ああ、そうかそうか、はい、まあでもやっぱあのチャンピオンなんで、しっかり気持ち作って、体作って、はい、やりたいなっていう気持ちありますね。今、あの井岡さんは3つ選択肢があるみたいなことになってますよね。あの、はい、ジョシュア・フランコとの再戦、はい、まあ、もちろん指名試合が一番優先だと思うんですけど、はいはい、あとエストラーダの噂があって、
ひょっとしたらって、あのネットに書いてあったの、WBO を返上してもいいかなみたいなことが書いてありましたけど、はい、いかがですか、今のお気持ち。そうですね、まあ、本当に、まあ、そういう状況でもあるんで、うん、まあ、何とも言えないんですけど、まあね、まあ、戦ってる選手だもん ね、はい、ね、自分が言ったらまたね変な意味で言えないからね、まあ、でも、まあ、誰とでもやっても勝てるようにっていう、はい、気持ちでいますね。となると、万が一井岡チャンピオンが返上したら、はい、まあ、田中康生さんとかも近くランクにいますよ ね、はい、ね、ランクにいるんで、それもなんか嫌だな、田中康生とねえ、うわ、中谷とやるとなんか、まして中谷君も両方来てるからさ、でも田中康生もうわ、なんか見づらいな、これぶっちゃけ生解説やりませんよちゃったらお願いします、お願いします、生解説できねえなこれ。うーん、そうですね、まあ、田中康生選手もずっとこうキープして、あの高い位置に上がってきてますから、はい、ね、田中康生も前回いい、ね、強い相手にいい試合しましたからね。もう気合入ってるよね。我々ファンとしてはちょっとその激突は避けていただきたいなっていうのはあるんですけど、まあでもチャンピオンになるには、そうですね、やっぱそういう選手たちと戦っていかないとっていうのは、日本人に上位ランカーが、ね、多いから、上位の選手が多いから、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんだけどね、はい、できれば、ね、日本人としては統一戦という形でやるのがね、うん、日本人からしたら日本人としてベストですけど、まあそうは言ってもそればっかりはね、はい、うん、まあね、井岡君がやってくれれば一番面白いんですけどね。そうです ね、あ、ちなみに前回の試合、井岡君の試合どう思った？俺ら見てて、はい、ちょっと危ないんじゃないかなと思ったんだけど、うん、そうです、まあ、最初、うん、まあ、現地で見させてもらって、うん、まあ、最初井岡選手がこう、うん、うまく試合をメイクしているなっていう感じはあったんですけど、うん、まあ、中盤からあのフランクが出てきて、うん、で、まあ、バランス崩される場面が多かったんで、あ、ね、まあ、そういったところで印象的には、未来的にはね、はい、流れたのかなっていうふうには思いますね。まあ、一番は何、その井岡選手と一番やりたいわけ。そうですね、まあ、WBO から指令いただいてるんで、まあ、そこは一番、うん、はい、ありますね。まあ、井岡選手はね、あのテクニシャンで強い選手なんで ね、 そうですね、もし決まったら本当、はい、まあ、頑張ってもらいたいですね。中谷、はい、ね、さんはあの今結構統一戦とか、はい、高い級制覇、はい、この2つの路線がこうボクシング界では、はい、チャンピオンたちは見えるんですけど、はい、こう夢というか、そういう どっちを目指すみたいな、うん、そうですね、まあ、成長について、まあ、階級は上がっていくとは思うんですけど、うんうん、まあ、その中で、まあ、しっかり防衛だったり、まあ、統一戦といったところに、はい、価値を見出しているというところありますね、うん、次が2階級制覇だよね。そうですね、取れば、はい、体格的にいかがですか。いや、170あればね、うん、170ありますね。もう3階級制覇、4階級制覇頑張れば、うん、まあ、体もね、まだまだ大きくなるでしょうし、はい、全然バンタム級ぐらいまではね、全然余裕だと思うんですよ。でもやっぱ今の子っていうか、線が細いっていうかね。そうだよね、なんかこうなんか違うもんね、やっぱ畑と出て背丈一緒やろ。そう、やっぱね、今の子顔もちっちゃいしさ。顔ちっちゃいね、ほんと。竹ちゃんと比べたらすごいんじゃない。どんどんどんまあ、竹ちゃん魅力系だけどさ、うん、まあ、ほんと今の子顔ちっちゃいし、体がちょっと違いますよね、我々。羨ましいですよね、うん、ね、足も長いしね。そう、あ、確かにスーパーフライでも一番大きい感じになるんじゃないですか、今のチャンピオンでしょう、はい、田中康生君だって、井岡君だって160そこそこでしょ。そうです、164とか。そうだよな、そういう考えてるら体格のアドバンテージはありますよね。まして、サスポーだし。そうですねえ、今までダウンしたことある？ダウン、はい、1回ありますね。結構効いた？いや、あのフラッシュダウンみたいな感じだったんですけど。最終的な目標って何かあるんですか？何階級制覇したいとか。そうですね、まあ、フェザー級ぐらいまで。フェザーまで、はい、しっかり、まあ、身長的にもあるんで。ちょっと待って、フェザーフライ、バンタム、スーパーフライ、バンタム、スーパー、5階級か。できるよ、身長もあるしね、パワーつければ、うん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 、ね、その最終目標のね、フェザー級のチャンピオンまで行きますように、はい、頑張ります。できればね、無敗で行ってほしいけどね、はい、はい、頑張ります。応援しますんで、頑張ってください。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。